はい、AKB48 の63枚目シングルの選抜紹介。今回は小栗有さんの紹介をしたいと思います。まずは公式プロフィールから、名前が小栗有さん、所属事務所がゼスト、ニックネームがゆいゆい、生年月日が2001年12月26日、出身地が東京都ということです。そしてチーム8の初期メンバー1期生ですね。言うまでもなく、現 AKB48 のエースであり、アイドルなんかじゃなかったらのセンターでございます。センターは2回務めていらっしゃいますね。そして、ゼストという事務所に所属してるんですけども、このゼストは SKE48 のを持っている、事務所ですね。ざっくりと言うと。そういうところで言ってる。で、近年ではドラマですとか映画の主演もされているというところで、大変人気のメンバーでございます。私も握手会、お話し会に、行ったことがありまして、よく言われるのが、覚えてるよと小栗さんがおっしゃるっていうところは有名な話ですよね。で、実は覚えてないみたいなところがネタにされてますけども、まあそれはファンがたくさんいらっしゃるのでそこはしょうがないのかなというところもあります。でも本当にですね、常連のメンバーには本当に覚えていらっしゃってて、非常に対応もいいし、そもそも怒っているところを見たことがないというようなこともメンバーからも言われているぐらい、人間的に優しい方でございます。ルックスとしてもモデルさんとしてもお仕事されているようにとてもスタイルも良く、お顔も可愛い、もう完璧なアイドルと言ってもいいんじゃないでしょうか。というところで今回は小栗有さんの紹介でございました。ありがとうございました。